はい、ダイナのベータライダー降りて左ですね。パークやってますね。これこの前閉まっとったのに、じゃあ滑りながら行ってみようかなと思います。なんだっけ、あ、こっちも開放されてますね。パラダイスビーに行けるんだ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ、はいはいはい、ノーカットできますね。ベータライナーまでノーカットできますので、リフトから見てさ、あのこのキッカー、これ何メーターだっけ、これあれ6メーターか。俺6メーターまでは行ったことあるんだけどな。え、行ってみようかな。あ、すごいな、あの子すげえな。行ってみようかな怖いな。え、これ急なんじゃない、急斜面じゃない。あ、ごめん、やめた。あ、やればよかった、簡単、簡単じゃん、やればよかった。なんかさ、急斜面に見えたんだ。あの上に反り上がってるように見えたんだわ。あ、かっこ悪い、これさ、すげえな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 。でさ、ボックスとかもあるよ。うん、レールもあるし、すごいな。今日開放されてるじゃん。明日も開放されるのかな。これ美味しいよ、美味しいよこれ。わあ、俺はあのボックスだけ。ああ、はいはい。ああ、あれさ、10メーター規格だっけ。あれ何メーターだっけな。あ、俺さ、あそこ行ったことあるけど、リフトから見たら10メーターぐらいに見えたぞ。6メーターなら行ったことあるけど、あれ？これ。6メーターじゃないな、今日多分。これはいけるわ。高く見えるだけかな。あれやっぱね、8メーター。8メーターぐらいあるわ。あれは俺無理だわ。カメラ持ってるし。6メーター。いや、でもね、美味しいよ、これ。美味しいよ。あとでさ、あの、モーグルコースもやってたんで、そこも、紹介します。モーグルコースもやってたんで。ほら、これさ、そうだね、6メーターではないね、8メーターぐらいだね。で、これが何メーターだろう？ 4 メーターぐらいかな。行ってみようか。今の何メーターかな？まあ、4メーターぐらいだろうな。で、あの急の反り上がってるやつ、上に反り上がってる、見えるかな？あれも解放されてますね。超久々に。リレールでしょ？ボックスっていうの。ボックスか？あれは、細かいよ、みんな。この階段レールもあるし、このレールもあるしね。実行するだけだな、やるよって思ってるかな、みんな。俺やれません。まあ、せいぜいね、ボックスですよ。レールはやれない。やったことない。チャレンジしたいけどね。さあ、モーグルコース。モーグルコースね。じゃあ、ストックなしでさ、滑れんって、マジで。いや、恥かくだけだな。ただ実況しなかんでな。まあね、重たいですよ。うん。雨染み込んでるから重いですよ。こっからこぶできとるじゃん。こっからこぶできとるじゃん。ストックなし！俺みたいなのが来たら噛むわけだな。わあ、すごい細かいな。これは無理だ。これはストックなしじゃ無理だ。あ、キッカーっていうかジャンプ台っていうのはあれもできてますよ。みんなに迷惑かけないようにいかなかんの。うわあ、細かいな。あ、これ滑れんよ、これ。細かく来るんじゃなかった。来るんじゃなかった。でもこれね、おすすめですよ。してみてはどうでしょうか。ドラ細かいわ。階段ではないですよ。階段ではないけど、細かい。ここ中級斜面、急斜面と中級斜面の
間ぐらいかな。あー、これカメラ持ちながらだとこけるな、これ。ごめんね、みんな。空いてますよ。並んでないもん、こぶしゃるにね。並んでないもんね。すごい細かい。あのね、すごいショートターンになってるから、難しいわ。下まで、下の方の駐車面まで行ったら、滑ってみようかな。どうしようかな。はい。だから階段になってないですよ。でも明日には階段になるかもね。どうだろう。明日には階段になっちゃうかな。まあ今日雨降ってるから、明後日、何階段のアイスバーンのこぶ斜面になるだろうね。うん、多分そうなる。うん、うわ、細かいな。これ俺自信ないな。入れてみますか。うん、ごめん、こけたらカメラ、スマホが厄介だね。やめた。こぶれをしてる人にはね、今日明日これ美味しいよ。でさ、あっちにナイターで滑れるこぶ斜面あるじゃん。2連ぐらいできてたんですけど、あそこもね、今日の夜、ナイター、してみてはどうでしょうか。美味しいよ。美味しいと思うよ。ほんまか。無理だ。何だこれ。すごく細かい。やっぱモーグルの人が滑ってるからかな。わからん。ベタベタなら並んでないです ね。さっきも並んでなかったです。並んでません。さあ、このまま下まで行こうかな。どうしよう。うん、空いてますね。空いてますね。はい、ダイナの、乙女コースと、パークとね、キッカーとモーグルコースでした。はい、じゃあねー。